大相撲令和元年、11月場所は、2019年11月10日から11月24日まで、福岡県福岡市博多区の福岡国際センターで、開催された大相撲本場所である。10月27日に新番付が発表され、先場所に関分け、小結人が全員勝ち越したこともあり、阿弥、遠藤に加え、北斗富士と浅野山が三役昇進を果たし、 平成18年11月場所以来13年ぶりの4小結びとなった。また、関脇三竹海は優勝した先、場所と先々場所で合計21勝を挙げており、12勝を挙げれば大関昇進の目安となる三役で直近3場所33勝に到達する勝負の場所となるほか、先場所カド番で負け越して大関陥落となった関脇 土地の神が二桁勝利を挙げて大関復帰がなるかにも注目が集まった。迎えた初日、横綱、角竜は、腰椎滑り症で、初日の取り組み前に、休場届を提出。昭和29年3月場所の吉葉山、平成27年3月場所の角竜自身に続く、3例目の横綱の初日休場となった。さらに、角番を脱出したばかりの大関。 豪栄道も初日の小結び、遠藤戦で左足首を痛めて二日目から休場。その二日目には、関脇以上の五力士がすべて敗れ、三役以上で初日から連勝したのが小結び、朝の山ただ一人となるという波乱。さらに五日目には、大関復帰を目指す関脇、土地の神が、うろ軟骨を骨折して休場し、大関への特例復帰を逃し、 中日には角番だった大関、高安が土俵入りの後にぎっくり腰を発症して休場、関分けに陥落することになった。優勝争いは二日目の黒星の後、勝ち星を積み重ねた横綱、白鵬が一杯を守り、それを小結び、浅野山が二杯で、追走、さらに三杯で、大関、高景勝と平幕の正代、輝きが追う展開で終盤戦を迎えるが、 12日目に、朝の山が序盤戦で崩れて大関昇進を逃していた三竹海に敗れて3敗に、交代、14日目に三竹海を下して1敗を守った白鵬が、千秋楽を待たずに春場所以来43回目の優勝を決めた。ありがとうございます。